イニミニレカピカレイライオニメカチカロリパパランパンプッシュ。せいやのイニミニチャンネル、筋トレ編。今日は腕立てしながら、いろんな女優さんにアドバイスをしていきたいと思います。アドバイスもくれて、そして筋肉もつくという、これアミノ酸が活性化しますので皆さんやってみてください。はい、いきます。新垣結衣さん、そうですね、やっぱりリーガルハイをもうワンシーズンちょっとやって見た方がいいですね。ああいうやっぱ司法系のドラマっていうのは新垣さんのキャリアにすっごいいい影響を与えると思いますんで、司法系挑戦してみてください。長澤まさみさん。長澤まさみさんはね、声量のコントロールが抜群なので、声量のコントロールをもっと事務所は押し出していった方がいいと思います。長澤さんの良さ、まだまだまだ出てません。広瀬すずさん。広瀬すずさんはね、やっぱり、笑顔がね、素敵なんですけど、やっぱ、怒った顔、2022年は、ちょっと怒った顔を、意識してやると、もう一ランク、もう二ランク、上の、女優さんになると思います。戸田恵梨香さん。戸田恵梨香さんも、そうですね、笑顔は素晴らしいんですけど、怒った顔、怒った顔をもっと重点的に事務所を押し出すべきだと思います。石原さとみさん。石原さとみさんは、本当にね、シャンプーが素敵ですね。リンスもね、重点的に、シャンプーと同じ銘柄使ってもいいかもしれないですね。変えてると思いますんで。綾瀬はるかさん。綾瀬はるかさん、一回ね、イベントでお会いしましたけど、気さくすぎますね。本当に、もう、ゲーム配信とかやってもいいんじゃないでしょうか。やっぱトークとかも面白いんでね、ゲーム配信やってみてください。本田翼さん。本田翼さん、本田翼さんはもう本当にネット関係はもう完璧なんでね。本当膝まで、膝というかもう結構ロングも見てみたいかな、髪の毛。うん、ロングも見てみたら次のなんか新しいキャリアになるかもしれません。桐谷美玲さん。桐谷美玲さんは本当にご結婚ねしてすごい幸せだと思うんですけども、やっぱりまだまだみんな見たい。勉強もいいんですが、やっぱね、演技、桐谷さんの演技だけをストイックにやった、やっぱね、 DVD とかで演技だけのやつ出すべきです。